はい、お願いいたします。今日の一押しスクープはスペシャルゲストにお越しいただいてます。来週土曜日公開の映画相棒シリーズ X で主演の田中圭さん、川原和久さんです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本物の伊丹刑事がいらっしゃいましたよ。本物だ、本物だ。あ、あの、すいません、いきなりこんなこと来るものなんですが、怒ってらっしゃるわけではないです。よかったです。よろしくお願いいたしま す。そして田中圭さん、あの、はい、以前僕、はい、ドクター X の取材でお会いさせていただきまして、はい、そうだ、よろしくお願いいたしま す。北海道はいつぶりですか？僕いつ、結構経つ、結構久しぶりだなと思ったんですけど、はい、やっぱりまだちょっと寒いですね。あ、寒いですか？ま、前回来られたのは冬じゃなかったんですか？冬だったような夏だったような。あまりちょっと不安で大きいな。なるほど。でも覚えてるのが、なんか星を見るのが、星が綺麗だったとおっしゃってましたね。じゃあ夏ですね。夏でした。冬もでも綺麗なんで、ぜひ今回ちょっと見ていってください。はい、でね、あの、川原さんの方はいつも伊丹刑事で星を追っている。うまいね。わけですけれども、ありがとうございます。これそんなこと、 ありがとうございます。本当に川原さんは北海道は、僕も7年ぶりぐらいですかね。7年ぶり、あ、それは前は何で？以前ドラマで来ましたね、2時間ドラマで。なんかイメージありますか？なんか美味しい食べ物あったなとか。その前によく、その、あの、札幌にあるホールで、はい、あの、劇団で舞台に来てたんですが、その時にやっぱり、あの、イカとか、あの、海産物、うん、大きいっていうイメージ。あ、一つ一つの海産物が、ホッケとか、大きかった。確かに大きいですよね。今回はなんかお食事行けそうなタイミングあるんですか？ないです。そうなんだ、お忙しいですからね。まあ、今回ですね、来ていただきましたのは、もちろん相棒シリーズ X で映画ということで、この後じっくり映画 X についてお聞きしたいと思います。まずはどのような映画なのか、こちらをご覧ください。くだらない縄張り意識ですか？あんたは現場を知らないだけだ。前から言ってるか。お前、私は刑事ですから、その日が X デイになってしまうんだ。 X デイ。この後は映画相棒シリーズ X デイ、その見どころを田中圭さんと川原和久さんにたっぷりと伺います。不正アクセスの被疑者を特定するまでが僕の仕事です。まさかこれが殺害の動機？本日一押しに生出演してくれている田中圭さんと川原和久さん、お二人が主演しているのが、今月23日に公開される映画相棒シリーズ X デイ。どんなお話かというと、死体で発見されたある銀行員、ネットに不正アクセスし機密情報を流していた疑いのある男でした。人一人死んでんだぞ。伊丹刑事とサイバー犯罪の専門家岩月捜査官、殺人と不正アクセス事件を協力して捜査をすることに。だが事件の裏には巨大な権力の影が。殺しの犯人を挙げなくていいなんて、そんな理屈。前から言ってるか。お前、私は刑事ですから。徐々に浮かび上がってくる日本崩壊のシナリオ、 X デイの存在。 X デイが公になった途端、その日が X デイになってしまう。 X デイ。二人は殺人犯を追い詰めることができるのか。そして裏でうごめく金融界と霞が関の思惑とは。この事件の裏に何があんだ。はい、ということで改めてご紹介いたします。今日は相棒シリーズ X デイで主演を務めるサイバー犯罪捜査官岩月明役の田中圭さんと、テレビシリーズでもおなじみ捜査一課の刑事伊丹健一役の川原和久さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。今回の映画が劇場版で4作目になるんですよね。今回田中さんは、はい、ま、この前2週間ほど前にテレビシリーズでも出られてましたけども、はい、この映画の撮影が初めて相棒シリーズに出られた時になる。そうです、うん、なんかその時の気持ちってどんな感じなんですか？やっぱり緊張しましたし、うん、いろんな不安もありましたけど、はい、実際現場に入ると、はい、川原さんはじめするキャストの方々もスタッフの皆さんも本当にこう受け入れてくださったので、はい、もう楽しく集中して撮影に、うん、挑めました。はい、もうなんか長年続いてきたチームみたいな、ね、ところに一人入っていくっていうのはなかなか緊張しますよね。そうでしたね。川原さんから見て田中さんはすぐ馴染んでる感じでした？そうですね、僕もあの現場 の盛り上げとかいろいろやってましたけど、田中君に関してだけは僕が馴染めなかった。
いきなり爆弾発言ですね。今はお二人は、あ、もう全然そうです。僕はちょっとあの本当にいい年して人見知りなもんで、はい、なかなかどうこう声かけていいのかが分からず、ちょっと時間がかかってしまいました。田中さんの方からしたら川原さんがなかなか喋りかけてくれないなみたいな。まあ、最初はあったんですけど、はい、でも途中でそのすごく気を使ってくださるのは分かったので、はい、本当にそのシャイというか、人見知りな方なんだなっていうのが分かったの で, で、まあ、特に気にはしませんでしたけど、ちょっと一つ見ていただきたい VTR ありまして、はい、先週行われました X デーの完成披露試写会の時なんですが、田中さんが非常に相棒チームにこう溶け込んでるんだなっていうことが伺えるもの、一押しでも以前ご覧いただいたんですが、はいはい、今一度ご覧ください、はい、こちらです。先週火曜日に行われた完成披露試写会でのことでした。緊張した表情の田中さんの横には水谷さんと及川さんの姿が。岩月明役をやらせていただきました田中圭です、ちょっと緊張してますけど、そんな席上で田中さん、水谷さんの癖を暴露しちゃいました。そのスタンバイの時に、今スタンバイ中ですとか、例えば、じゃあチェックとか言うと水谷さんがずっとえいって言うんですよ。どういう時に使われるんですか。例えばえチェック OK おいなるほど。そう、みんなで言ってますから。あ、みんなで言ってましたね。だんだんこれって伝染するんですよ。本人いらっしゃってるのに、文字スーパーで田中圭って入れてる必要ないから。すいません、いないところで笑う分にはいいけど、本人来てるんだからさ、いないところで笑う。川原さんに突っ込まれましたけど、いやでもなんとなくのもう和気あいあいとしたムードの中で撮影してるなっていうのは感じましたけど。そうですね、本人の前でなかなか言えないですよね普通は。そうですかね。水谷さんですよだって。言ってしまった。気づいてなかった。実際伝染してたんですか。いやもう多いっていうのは なんかこう、うん、すごく好きだったんですよ。その現場の雰囲気もそうですし、その水谷さんのそういう感じがきっと作ってるのはいっぱいあるんだろうなと思って、水谷さんがそのおいっていうたびにこう嬉しくなってたので、はい、そうか。川原さんは現場の雰囲気ってのはもちろん慣れてはいらっしゃると思いますけど、はい、この今回の映画っていうのはやっぱりちょっと違う雰囲気ってありました。いや、まあその基本スタッフも変わらないので、はいはい、いつものような感じでした。あ、ええ、今回は主役じゃないですか。そうなんですね。えいっていう人がいなかったんで撮影現場にいてくださらなかった。そうですよね、しかもいつもいる3人、はい、トリオザ捜査一課、はい、総一、ね、はい、のお二人はどのように、なんだかこれ主人公なんだよ俺じゃねえんだよっていう、そういうのはなかったですか。それなんか三浦刑事役の大谷さんに喋り方がそっくりなんですよ。良かったですね、褒められましたね。すごいそっくりだったんですけど、実際そんなことはおっしゃってなかったです。おっしゃってなかった。そうですか。実際なんかそういう主演でっていうのは来るかなみたいな感じはあったんですか。いや、なかったですね。もう米沢守の事件後で、はいはい、あれ一本でいっぱいいっぱいだろうと思ってましたし、鑑識課のね、はい、もう土壌はそんなにないと思ってました、はい、じゃあ驚かれたって感じなんですかね。まあ驚いた、少し驚きましたけど、まあ、じゃあやります。うん、淡々としたやり取りですね。実際国アナウンサーも見られましたよね。はい、はい、そうですね。今回お二人ともキャラクターが全然違うので、はい、そのお二人が相棒になるっていうのがまたすごく面白くて、こう事件を解決していくにつれて、だんだんこう歩み寄っていく姿っていうのも非常に面白いなっていうふうに感じましたね。実際あれですか、それはストーリーもそうですし、実際の現場でも初めはその人見知りであんまり喋らなかったのが、だんだんとこうなんか寄り添ってその気持ちがこうリンクしてる感じはあるんですかね。いや、なんかそういうふうにうまくはまればストーリーとして面白いんですけど、実際取り順がもうあっち行ったりこっち行ったり、ああそうですよね、そんなにそのリンクはしなかったです。そうか、取り順が違うからいきなり仲のいいシーンから撮る場合もあるってことですよね。ちょっと予告の中でもあったんですけど、はい、今回も見て印象に残ったのが、とにかく川原さん走ってらっしゃいますよね。そうですね、走らされてますね。走らされてる、自主的じゃないです。これだ、これですね。もうえらい騒ぎです。これどれぐらい走ってらっしゃるんですか。200メートルぐらいの距離を平地で8本ぐらい走って8本
1.6キロ。それがまず初日でしたからさ。こっから撮影が始まったっていうことなんですか。具合の方、これはまた別日撮ってる。あ、これはまた別。とにかくも走ってたって感じですね。体調とか大丈夫でしたか。まあ大丈夫じゃないですね。50過ぎてんで、なかなかそんな聞くことじゃないよそれ。まあ田中圭君が走ればちょうどいいんですよこの年で。走らないですから。そういうストーリーですか。クールな役柄ですもんね。あの今回まあ実際やってみて、はい、そのまあ、お二人でこう相棒ということになるわけじゃないですか。実際田中さんから川原さんはどうでしたかね、その相棒役としては。川原さんですか。はい、もうそれは頼りになりました。いっちゃ伊丹刑事は、いやちょっとなかなか受け付けなかったですけど、ね、とにかく相入れない、はい、やっぱりあのどっちかというと理論派を演じるわけじゃないですか、はい、でどちらかというと理屈じゃなくて熱血感っていうのでずっと来てますでしょ。でやっぱりその熱血感っていう部分って川原さんとご自身とは重なるところってあるんですか。全く別ですか。全く別とまで言いませんけど、はい、僕はあんまりそんな表に出さないですね。ああ。普段から。喜びとか感情があんまり表に出ないというか、はいはい、そっちのタイプですね。無内に秘めてる。そうです。タイプですか。なるほど。じゃあ川原さんから見て田中圭さんはその相棒としてはどうですかね。あ、もうそれはそれは合格でございますというか。本当にこの年であんなにしっかりした芝居して、もうそれはやりやすかったですね。はい、岩槻捜査官はどうでしたか。まあ大した男じゃなかったですね。その役の中ではね、このお二人がどんな風な、まあね、最初だけですけどね。今大した男じゃないって言ったのは川原さんなのか伊丹さんなのか、どっちなんですか今のは。まあ伊丹ですね。伊丹ですね。はい、いいですね。なんか言った後伊丹で出てきても済むみたいなところ。全て彼がね。全て彼が言ってる。ちょっとあのお時間の方がですねなくなってきたんですが、はい、ここを見てほしいことなども含めまして、ぜひぜひ北海道の皆さんにメッセージをお願いしたいんですが、田中さんの方からお願いします。はい、ものすごくですね、ストーリーも重厚なストーリーになってますし、もちろんフィクションなんですけど、見終わった後に果たして本当フィクションのままで終わらせていいのかと、なんか皆さんがこう思ってしまうようなメッセージ性もいろいろこうある作品ですし、見どころたくさんなので、ぜひ劇場で足を運んで見てください。はい、川原さんお願いします。はい、何か聞くところによりますと、その北海道は非常に相棒人気の高い地域の一つだと伺ってますし、視聴率も相当に高いらしいんで、ぜひその北海道からあの X デー熱をバッと全国に発信していただきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。映画、相棒シリーズ X デーは来週土曜日23日から札幌シネマフロンティア、ユナイテッドシネマ札幌ほか全道で公開となります。ということで本日のゲスト、こちら田中圭さんと、はい、川原和久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。